豊橋駅前にある安藤動物園跡、日、安藤正次郎1月10日から1930年7月18日は、明治時代の新聞販売業者、養豚業者、現在の豊橋総合動植物公園の前身である安藤動物園の創設者である、五代、小野駅久五郎を奮する新聞売り、安藤小正。 歌川国松が1881年に描いた西木江、三河国厚見国吉田荒野町に荒野を営む安藤菊次の長男として生まれる。明治10年に故郷を離れ、静岡で新聞販売業を始める。同13年には横浜に移り、同地でも新聞販売を行う。横浜時代のマサジローは、差し子の反転にわらじばきといういでたちで、 日の丸の正気2本を組んで飾った黒塗りのハサミ箱に新聞を入れて、肩に担ぎ、鈴を鳴らして新聞を売って回った。マサジロは小柄であったことから、当時の人々からは新聞、小マサと呼ばれ、彼の写真が絵はがきになると評判となった。評判は東京にも伝わり、5代目、小野菊五郎が彼の姿をモデルに。 新富座の舞台に立つと観客は大いに喝采し、その姿が西京に描かれ、人気を一層高めることとなった。豊橋総合動植物公園敷地内にある安藤、同じ年、厚見群下田村西宿にて養豚業を起こし、豊橋に移住した不評第18連隊に豚肉を納入するようになる。やがて、もともと動物好きだったマサジロが養豚場の 一角で猿や鳥類を飼育し始め、それを近隣の人々が見物するようになったのが動物園の基礎となった。明治32年、豊橋駅前に個人経営の安藤動物園を創設した。マサジローは、ウサギの着ぐるみを着て呼び込みをするなど変わった趣向で人々を楽しませ、駅前という立地条件も手伝って、安藤動物園は東海地方でも名が知られるようになる。 明治45年、駅前の道路の拡張により花、田町守下に移転した。動物数約50種250頭余り、敷地は約750坪に拡大し、近隣にある小学校の遠足の定番スポットとなった。また、移動動物園も行っている。移転後も動物園の運営に尽力した、ま次郎だが、晩年になると経営に行き詰まっていく。 昭和5年7月18日、動物園を市に寄贈するよう遺言を残して病没。去年76。翌昭和6年、遺族は、マサジロの遺志に従い、安藤動物園を豊橋市に寄贈。豊橋市立動物園となった。現在、その後ろ身である豊橋総合動植物公園の一角に、安藤マサジロを追憶の日が立てられている。 生前のマサジロと交流があり、安藤マサジロウ大津翼の日の専文社である大口記録によると、マサジロは人命救助や火災の防止に努めるなどして、しばしば愛知県知事から賞金をカ付されたという。また、日清戦争以降のマサジロの別名は清正であったが、これはマサジロが出征する不評第18連隊に対して見せた動きが郵送であったために、 連隊長の佐藤氏から命名されたことによる。出展元の横浜市志向風俗編では本名を安藤正吉と誤って記載している。元々は昭和11年に動物園に高山町和在消したに移転敷地内に建てられたもの。高さ3 5 6トル幅1 3 7トル厚さ2 2トルの見陰積星。碑文は 衆議院議員、大口記録の筆。碑文は、山田九次編、豊橋の日に掲載されている。ABC 郷土豊橋を築いた尖閣者たち 1986P290AB、資料よも山話に、新聞小政と動物園、上、横浜開港資料館、2018年3月22日閲覧。 横浜市編国立国会図書館デジタルコレクション横浜市思考風俗編横浜市1932年780ページ https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ ndljp pido1213723525 国立国会図書館デジタルコレクション ab 資料よも山話に、新聞小政と動物園、下、横浜開港資料館、2018年3月22日閲覧、a b のホイパークの達人になる。2011、P3、AB 豊橋市1983、P985、郷土豊橋を築いた尖閣者たち1986、 P291 AB& マサジロ追憶の石踏み1979ありがとうございます。